ハイニックス製 HY57V64820HG 型スタラムチップ SK ハイニックス株式会社は韓国の半導体製造会社2012年3月にハイニックス半導体から社名を変更した D ラムが収益の80%を占めている SK ハイニックスは韓国内でサムスン電子に次いで2位の半導体メーカーである主力製品は d r a m と何度型フラッシュメモリであり、その他に種類の半導体も製造している。2017年時点で収益の9割を d r a m で稼いでいる。現代グループの電気部門として創業し、アジア通貨危機後には半導体の製造に特化。LG グループの半導体事業と経営統合を果たすも2001年に経営破綻し、政府系金融機関からの資金援助を 受け債権銀行団の管理下に入った。その後、経営債権は一段落し、2010年頃から債権銀行団は保有するハイニックス株の売却先を探していたが、2011年11月に通信大手 SK テレコム参加に入ることが決まり、2012年3月に SK ハイニックスに社名変更した。 伝統的に弱い難度分野の技術力拡充が必要だったため、投資はメモリの買収に参画することで、技術提携を通じ、該当分野の技術力強化を目指している。2010年代後半の半導体不況が続く中、設備投資を盛んに行っており、2018年までに、清州市に約20兆ウォンを投じて6万平方メートル規模の工場を新設したほか、 2019年4月までに中華人民共和国チャンス商の無尺、半導体工場に9500億ウォン以上を投じて新工場を稼働させている。2006年1月27日以降、ハイニックスの韓国国内の工場で全工程を行ったデーラムに対しては、日本国内に輸入する際に27.2%の総裁関税が付加されていた。 これは2009年4月に撤廃された。同社は2001年から2002年の経営不振時に韓国政府の指示のもと金融機関から資金的援助を受けていたとされており、これが WTO 協定や国内法に規定されている違法な輸出補助金に相当すると判断されている。同様の総裁関税は欧州連合と アメリカ合衆国が2003年以降それぞれ34.8%、44.29%を課している。なお EU は2008年4月に関税撤廃した。なお世界貿易機関の上級委員会は2007年12月17日に日本の総裁関税は違法だとして是正勧告を出している。総裁関税の発動以降、ハイニックスは同社の中華人民共和国、 アメリカの工場及び台湾の製造委託先で全工程が行われたものを主に日本国内で流通させている。これらの D ラムには総裁関税はかけられていない。またパーソナルコンピュートなどの機器に組み込んだ状態で輸入された D ラムについても総裁関税の対象になっていない。現代電子産業時代の1980年代後半から1990年代後半に かけて、任天堂とライセンス契約を結び、韓国内でゲーム機とゲームソフトを輸入販売したことがある。商品には独自の名前が平記されているが、同時期のセガとサムスン電子との提携とは異なり、独自でライセンス生産をしていたわけではなく、任天堂の工場で生産されたものである。そのためいずれも任天堂が付けた現代と平記されている。現在は、 ライセンス契約は解消されており、任天堂自身が韓国法人を立ち上げ、任天堂のブランドで販売している。ありがとうございます。